1945年に起きた第14次機械兵器戦争に参加、最終決戦と目されたその戦いは次第に激しさを増して、ねえナイエス、私たちの選択は間違ってたのかな。 今から修復する。ボット、止血シェルトロンリーウイルスワクチン、それと私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよナイエス。僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって 楽しいんです。お前たちが何人のアンドロイドを殺したと思って、そうやって命乞いをすれば許されるとでも思ってるのか。結局全部倒すまで続くってことか。死んだのを確認しないと危ないです。司令部に通信、状況報告と救援要請。なんだこいつ。私たち、アンドロイド、危ない。 これは呪いか、それとも罰か。